はいでは、ですね改めまして AWS グチの方から第一部始めていきたいと思います。で本日お伝えしたいことですね、いろいろ書いてはいるんですけども、まあ、先ほど申し上げた通りですね、えー、今日聞いていただいている皆様が、AWS クラウドを使うと、どういう効果があるのかと、どんなところにメリットがあるのかっていうところを、まずお話ししていきたいなというふうに思っております。 で話の組み立てとしてはです、ね、皆様がよく抱える課題っていうのをちょっと7つほどご用意させていただいたので、この7つの課題に対して AWS を使うとどう改善されるのかというような進め方で説明していきたいなというふうに思っています。まあ、一つ一つまたフォーカスで取り上げたいと思いますので、まあ、こんな感じの7つでお話していきますという形で見ていただければと思います。 では、えっと、AWS そのもののご紹介を先にさせていただくんですけども、まあ、その前、もっと前にですね、アマゾンの企業文化とかカルチャーとかビジネスモデルというところだけ、ちょっとあの簡単にご紹介したいんですけども、えー、まず、アマゾンの指針というかビジョンですね、地球上で最もお客様を大切にする企業であることということを掲げているという形ですね。まあ、皆様もですね、顧客目線を持つというのは当たり前のようにされていると思います。で AWS、Amazon もです、ね、同じように顧客を大事にするというところがまず理念の中にあるという会社でございますというところですね。でえっと、ビジネスモデルなんですけども、まあ、こんな図がございまして、これはの Amazon の創設者のジェフ・ベゾスが Amazon 創立にとのと時にです、ね、考えたモデルになっていて、なんかあの喫茶店で考えてたみたいですね。でその喫茶店の,あの,あのナプキン、テーブルに置いているナプキンにこうモデルの絵を描いて、まあ、これを。 書いいたみたみなんですけどなので、社内ではナプキンモデルみたいなことを表現されてたりするんですが、まあ、あのそんなモデルになってます。アマゾンは,いまあはですね、あのインターネットであの買い物ができるって EC サイトがビジネスになるわけなんですけども、まあ、いわば小売業なんですね。なので、小売業の価値の1つとして、こう品揃えというのがありますよねというところですね。まあ、皆様あのコンビビニににに行行く時にビール買いに行こうかなって で行った時に、まあ、ビールの銘柄が1個しかな、ね、いコンビニよりもいろんな銘柄があったり発泡酒もあったりするようなあのコンビニの方がやっぱ足向かうと思うんですよね。なので、品ぞえがあることがこう顧客体験につながるよねっていう考え方がありますと。で、この顧客体験があの増えていくと当然顧客数が増えていって。 で,で顧客数が増えると、そこにあの出店していこうっていう、売り手の方、セラーさんがどんどん増えていくっていう形になっていくと、でまたそれで品ぞろえが増えていくっていうことで、このループを回していくことで成長すると、まあ、売り上げと利益を上げていくっていうようなビジネスになるというところですね。で、この成長してあげた利益を、ですねどんどん低コストになるように投資していこうっていう考え方があります。 えー、例えば、えー、自動化を実現して人のコースを減らしていくっていうのもそうでしょうし、えーまあ、テクノロジーを使って削減していくっていうのが大きなお題になりますよね。あとは、まあ、セキュリティを高めていくとかそういった活動もあの行われると思います。でそこで生まれていったコストの、えー、低コスト化が実現すると、まリ、あ、エがまたさらに拡大できる仕組みになるんですが、それを、えー お客様に還元していくっていくう考え方なんですねなので、AWS もこのビジネスモデル、色濃く継承しているんですけども、実際の100回以上の値下げというものが行われています。で、この低価格にしていくことで、さらに顧客体験が上がっていくということで、より成長を促進させるというようなビジネスモデルになっています。 でえー、最近はです、ね、こういった利便性という観点も、えー、どんどん、えー、そこに追加していくことによって顧客体験をさらに上げていくというようなビジネスモデルになっているというところですね。でまあ、今さらの話かもしれないんですけど AWS ですね、アマゾンを支えるテクノロジーとして生まれてきましたというところです。 AWS はまああのクラウドサービスに位置するわけなんですけども、まあ、クラウドサービスっていろんな会社さんが提供しているものがあると思うんですが、まあ、クラウドってそもそも定義って何だっけって言われると結構難しいなと思うんですね。AWS ではです、ね、クラウドっていうのはこういうふうに定義しています。必要なときに必要なだけ低価格で提供するものということですね。まあ、インターネットを通じて IT のリソースを利用することができるという形になるんですが、えー、この考え方ですね。必要な 時に必要なだけ、そして低価格で提供するものが、まあ、クラウドサービスで、しょうというとといころでです。えー、なのでこう初期投資不要とか、えー、重量における変動費であるとか、まあ、いろんな特徴が出てくるんですけども、まあ、IT リソースを今までえ実装する、アプリケーションを実装するとなると、えー、旧来だとこう物理的にものを導入して、データセンターにおいて実装、安心安全に実装するというやり方が、 えー、多かったと思うんですねでこれはこれであの重要なやり方ですし、大切なやり方だなと思うんですけども、まあ、クラウド登場により、こういった特徴を持った IT の持ち方っていうのができるようになりましたよっていうところが、まあ、一つの変化になるんじゃないかなというふうに思ってます。そして AWS はです、ねえー、と200以上を超えるサービスに今、なりましたってお話もさせていただいております。 AWS って AmazonWeb サービスの略になるわけなんですけど、ここにちょうどタイトル書いてますね。英語で書くと AmazonWeb サービスって、このサービスのところが複数形になっているんですね。えー、つまりですね、AWS は個々の、えー サービスの集合体を AWS と言っているんですねで。そのサービスがどん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 ん毎年毎年増えておりまして、今ではもう200を超えるサービス群になっているということで、何かアプリケーションを実装しようとなったときは、これはパーツとしてまあ捉えていただければと思うんですが、どのパーツを組み合わせてアプリケーションを構成するかということを実装すると。まあ、よくビルディングブロックみたいな、まあ、レゴのように組み立ててアプリケーションを作ろうみたいな考え方があるんですけど、 そんな進め方で、えー、使っていただけるようなサービスというのが AWS ですという形です。そして事例も多くございまして、えー、日本では数十万のお客様、えー、世界では数百万のお客様がご利用いただいてますというメッセージを出させていただいております。えーまあ、こうあのロゴがロー型と載っている通りですね、まあ、あの多種多様な業界、業種、規模のお客様がご利用いただいているというところで、えーまあ、皆様の、えーと 同じような職種の方とか、ですね同じようなあの、今回導入したいなと思っているようなシステム、アプリケーションのクラウド化っていうのは、どこかでもしかしたら実現されているケースも多いかなというふうに思うので、まあ、そういった事例もぜひ注目していただいて、AWS の利用っていうのをご検討いただくといいんじゃないかなというふうに思っております。 AWS はクラウドサービスなので、あの場所に依存しないサービスになるわけですね。あの駆けつけてデータセンターに物を設置しないといけないとか、保守しないといけないってわけじゃないので、 えーまあ、全国津々浦々からあのインターネットを通じて利用いただけるという形になるので、まあ、地域性というものも極力、えー、なくなっていってるかなというふうに思うんですね。なので、えー、いろんな地域の方からもあのご利用が進んでいますよというところになります。まあ、これはもう日本というスケールだけではなくて、世界のスケールで、えー、日本に IT リソースを設置するということが、どこからでもインターネットと、 えー、AWS アカウントさえあれば実現できるということなので、まあ、よりあの使いやすくなってきているのではないかなというふうに思っております。ではえっとお元の AWS Amazon t o みたいなところは以上にさせていただいて、ここからですね、えっと皆様が、えー、この IT アプリケーションを実装するときにいろいろとお持ちの課題があるんじゃないかなというふうにあの私。 7個ほど案を出しておりまして、こちらに基づいて、クラウドを使うとどう解決していくのかっていうところを皆さん、ぜひ腹落ちしていただきたいなというふうに思います。まず1個目にフォーカスしたいのはこちらの2つです。新規事業立ち上げたいけけど初期費用もかけられませんわと えもう1点、ハードウェア公開のたびに高額な初期費用がかかるということで、まあ、何かのシステムを導入するとか、公開するとなったときには、当然、このコストっていうのがかかるわけなんですけれども、えー、ダーンと初期費用があのかけられるのか、特に新規事業とか成功するかわからないので、やっぱりスモールスタートしたいと思うんですよね。でそののの時、ススモールスタールタトする時の金額感っていうのは、あの初期費用でやっぱ あの計上しないといけないと思うんですけど、そこもやっぱりどこまでかけないといけないのか、極力やっぱり少ない方がいいと、えー、適正な金額っていくらだ、えー、初期費用の予算取るのっていうのも大変だとか、まあ、そういったことってよくあるかなというふうに思うんですね。 でここで AWS クラウドを使っていただくと、どういう効果が得られるかというところなんですが、まず改めてコンセプトというところもそのものかなと思っておりまして、必要なときに必要なだけ低価格でご利用いただけるものですよということなんですね。えー、ここにはです、ね、初期費用が不要ですよであるとか、えー、変動費あの、値下げもしていきますよというお話もさせていただいておりましたが、えー、重量、費用でけ、えー、計算されるというものになっています。 えー、なので、えー、IT リソースはどれだけ使ったかによって金額が決まっていくものになる。 えー、事前にですね、えーと、基本料金みたいなあの初期企業というものが不要になってますという形ですね。なので、AWS を使うために AWS のアカウントというものをまずご規約いただくというか、まあ、アカウントを開設していただくという形になるんですけど、開設しただけだとお金かからないんですね。でそこに IT リソースを何か設置したタイミングから、えー、設置した時間だけ費用がかかっていくというような仕組みになってます。 2つですね例を出しているんですけども、えーまあ、一番よく使われそうかなと思うのが、この AmazonEC2 という仮想サーバー、仮想マシンを提供するサービスですね。まあ、旧来の,の Windows サーバーとか Linux サーバーという OS が組み込まれた仮想マシンを、サーバーをイメージしていただければと思うんですけど、あれをですねこう作るという行為をしたら、まあ、OS によっては1秒、えー、あるいは1時間という単位で課金が始まりますと。 裏返、えーまあ、すとですね、いらなくなったら捨てればいいと、捨てたタイミングで費用がかからなくなりますよっていうような仕組みになるわけですね。なので、まあ、スモールスタートをしたいという時には、かなりあのやりやすいんじゃないかなというふうに思います。でストレージのサービスも同じようにですね、これ AmazonS3 という、あのー 古くから提供されているサービスなんですけども、これ、オブジェクトストレージという形態の,のもので、えー、あの100ギガバイトのディスク領域を確保しますみたいな使い方がではないんですね。もうバケツがボーンとあの利用者様用に用意されるので、そこにもうデータをどんどん入れていってくださいと。で、置いたストレージの量だけが課金対象になりますよみたいな形で、確保型ではないですね。保管しただけの計算で、もうどんだけ置いていただいてもいいですよみたいな。 そんな形のストレージサービスになりますと。 なので、ちょっとこんなのきれいにできるかどうかはテクニックが要りますが、必要な IT リソースって、やっぱこう、ウェブサーバーとかでもアクセスの頻度とか量とか、夜間だと昼だとっていう形でこう、かなりこう変動すると思うんですよね。で、必要なタイミングで、えっと、リソースを補強したり減らしたりするってことが、まあ、クラウドだと容易にできるので、そしてそれがコストに跳ねていくっていう話なんですね。なので、こんなあの形で使うことができますよっていうことをイメージしていただければと思うんですね。なのでビジネスの成長と ともにサーバーリソース量ってやっぱり必要になっていくと思うんですけど、まあ、その都度を増やしていくっていうこともできるので、まあ、初期投資がかからず、かつこうビジネスに合わせてコストコントロールすることができるっていうのが非常に特徴的なものかなと思います。 まあ、オンプレミスだとこうデータセンターとかファシリティの費用とかね、電源の費用とかも全部必要に、あの最初に初期費用として必要だと思うんですけども、えー、まあこういったもの、ね、AWS のプラットフォーム上で用意されているので、えー、こういったあの前提の料金というのは必要ないですよという形ですね。まあ、重量なので、あの電話代とかガス代とか電気代といいわゆる公共料金で使われているようなものに結構近しいかなと思うんですが、その,あの初期費用、あごめんなさい、えー、っと定額の 基本費用みたいなものが発生しない分での重量であるということを、まあ、ご認識いただけるといいかなというふうに思います。 またスピードっていうものもあの非常に速くなるというところで、えー、あの自社使っていただいたお客様のフィードバックをいただいた時にはこういったスピードが一番改善されたことが一番嬉しかったみたいなお声がいただくぐらい、えスピードというところもあの拡大に上がるかなというふうに思ってます。まあ、これはもう皆様もご承知の通りですね。まあ,あの何か物を納めるとなるとあのプロセスが多いですということで、あと調達ということでどうしても時間がかかりますよね。でサーバーが届いても切って。 ラックマウントサーバー OS インストールして、ミドルウェアインストールして、アプリケーション セッティングしてみたいなそんな話になると思うんですが、えー、まあこういった準備もですね、AWS 仮想サーバーを作ると、例えばやるときも、ボタン1つでポコッと作れますと。まあ、サイズとか、どこにどう設置するとかっていうパラメータはあるんですけども、えー、そこさえ入力いただければ、ボタン1つで立ち上がるという形になります。なので、えー、本当、思い立ったが吉日的な感じの行動がまず取れる手段を得られるという感じですね。 はいまあ、ビジネスでこういうあのお金かかることをするという上では、確かにあのいろいろ、臨時とか、あのコストの予算を作るというのはう、とても重要なことだと思うんですけど、じゃあ、まずちょっと小さいところで一回 POC します、検証、実証検証してみましょうかとか、それ効果出そうか、一回やってみましょうみたいなことがよりやりやすくなるので、そのビジネスの成功率を上げていくとか、まあ、逆ですか、ね、失敗率を下げるみたいな、えー、そういうことにもあのチャレンジしやすくなるのではないかなというふうに思います。 あとはまあ物理的なものっていうのは老朽化が行われるので、やっぱり5年とか6年とか、あるいはリースのちょうど、あのー、切れる、えー、タイミングでリプレイするとか、まあ、そういったライフサイクルをよく、あのー、検討されるかなというふうに思うんですけども、えー、こういったハードウェアのライフサイクルからは一切開放されますと。 というのも仮想マシンとして皆さん利用しているだけなので、物理的なものの上に確かに動いてはいるんですけど、そこは AWS 側の責任になるので、そこのリプレイスを考えなくていいんですね。なので、えっと、各、まあ、一定の年数が経って、またハードウェア公開で初期費用必要みたいな、そういうことからは解放されるという形になります。 あと、この絵の大きさもちょっと意味があって、ですねこれビジネスの成長とともに上がっていくなら、そうやってサイズを大きくしていけばいいじゃないというようなアプローチも取れるんですね。まあ、社内システムであれば、例えばメールとかのシステムだと従業員増えると、もしかしたらあのストレージも CPU のパフォーマンスも上げていかないといけないよねとかっていうのは一つの例ですよね。まあ、会社の成長とともにサーバーも上がっていく、アプリケーションの成長とともにサーバーのサイズが増えていく、あるいは台数を増やしていくみたいな行為があると思うんですけど、まあ、そういったところ これすべてコストにのコントロールがしやすくなっていくっていうのが、クラウドの特徴になってます。 とはいえ、まあ、OS のライフサイクルとかもちろんありますよね。Windows サーバーとか、レッドハート何々とか、まあ、そういったところのライフサイクルはあの意識しないといけないんですけども、まあ、ハードウェアのライフサイクルからは少なくとも解消,解消されますよというお話と、まあ、OS を持たなくて実装するというような仕組みとかも実はあの実現できたりはするので、まあ、いろんなさっき200個以上あるサービスというのがあったんですけど、まあそこも考えながらちょっと組み立てていただくこともできますよというところが、今回のメッセージになります。 ということで、ですね、先ほどの課題の2つですね、ちょっと初期投資費用がとか、ハードウェア公開費用がっていうところの課題に関して利用、AWS を利用すると、まあ、重量課金モデルで、えー、提供できるので、えっと、初期費用っていうのが解放されますと。あとは、えっと、サイジングっていうのが、あの不要、まあ、不要っていうのは結構言い過ぎかもしれないですけど、まあ、実際のパフォーマンスの状況を見ながらコントロールができるので、とりあえずピークこれぐらい来そうだから、これぐらいのサーバス 用意ししなななななないといけないいいいとけみたいな考え方はしなくていいんでですねなのでサイジングの精密なところとか、まあ、足りなかったり、ね、急遽サーバー増強とか、そういったところの、えー、物理的なあのオーダーとかっていう処理は行わなくて済むようになりますよというような話ですね。で、そのスタートが可能というところで、まあ、特にビジネス面でも、もうあの運用保守性でも非常に有能な、えー、アプローチになるのではないかなというふうに思います。 ではもう、えー、別の項目2つですね。えー、これは特に運用の観点の課題かなと思います。えー、何か障害が起きたら夜間や土日でも出勤しないといけませんと。えー、まあ大変ですよねで。災害が起きてもリモートワンク環境が整ってないよと。まあ、いきなり現地でデータセンター書き込めって言われても、まあ、なかなか どううなのという、まあ、特にあの最近開放され始めてますけどコロナ禍においてはいろんな移動の規制とかもあったというところでいろんな運用の中では課題とか心配というのがあるかなと思います。というのも私も運用エンジニアは結構長かったのでこの辺りよく土日も電話を受けてましたけども、まあ、その大変さと重要さというものを身に染みて感じておりますが。 まあ、あのそういった仕事を前向きにやりたいかというと、なるべく解放されたいっていうのは、まあ、思うところとしてあると思うんですよね。で、あのまあ、やらなければいけないし、大事な仕事なんですけど、なるべくや,らやりたくない仕事はやらなくていいように仕組みとして実装できると一番いいんじゃないかなと、まあ、私もよく思うことは多いです。で、AWS、クラウドを使うとどういう解決ができるのかというところが、ここのテーマになります。 でえっと、まず、えー、そちらの可用性とかそういったところをご説明するにあたって、AWS のインフラストラクチャーについての理解をちょっと深めていただきたいんですね。えー、こちら、のデータセンターレベルの障害対策についての、えー、ご紹介になってます。 えー、まず AWS ってどういうふうに動いているのかというところですね。まあ、仮想サーバーとか、えー、とリソースとを動かす上では、どうしてもこう物理的なものってね AWS が用意、確かにしてるんですね。なんで、その提供がどのようになっているのかというお話になります、えー。こちらですね、まずリージョンというものが存在しています。まあ、リージョンというのは、文字通りあり地域とか、えー、国と地域のえことですね、えー、になります。 AWS、この,リどの IT リソースを設置するときに、どのリージョンでまず動かしますか、設置しますかっていうのをユーザーさん側で設定していただく必要があるんですけども、日本ではですね、東京と大阪という2つのリージョンが存在しています。 アメリカだとバージニアとかオレゴンとか、ほ、まあ、他にもありますし、えー、とアジアだとシンガポール、えー、韓国とか、えー、オーストラリア、シドニーとかですね、えー、まあそういったところにまあリージョンというものが存在するということで、まあ、国と地域という感じですね、えー、が指定されます。で、このリージョンの中にはですね、ここがとても大切な概念なんですけど、アベイラビリティゾーンという、ちょっと略して AZ って言ったりするんですけど、こんな AZ がですね、複数設置されてるんですね。 AZ って何やねんというと、ですねこれデータセンターの,、えー、一あの定義上で言うと、1つ以上のデータセンターのグッドですって表現されてるんですね。まあ、分かりやすくこうデータセンターだと、まあ、思っていただければと思うんですが、この AZ データセンターが1つのリージョンの中に複数必ず存在していて、えー、アベラビリティゾーン、AZ 間は一定の距離が離れて用意されているっていうような、えー、実装になってます。 なので東京リージョンだと、東京近郊にアクティブの AZ って4つあるんですけども、まあ、距離が離れて4つ用意されているっていうような物理的な設置になってます。で、この AZ、複数用意されているって構成をうまく活用していただきたいんですね。この AZ 間はですね、すべてネットワークはもう整備されていて、皆様はネットワークをつなげるっていう設定をポンと押していただければ、全部つながっていた、利用いただけるような形になってます。 えー、例えばそうです、ね、ウェブサーバーを設置するときは、えー、わざとです、ね、このウェブサーバー1号機はこの AZ、アメラビリティゾーンの A というところに1台設置して、で2台目を C というところに設置してで、AWS のロードバランサーのサービスを使って分散する、えー、ということをしていただければ、仮に AZA で何か電源が疎通されなくなって止まりましたとか、データセンターの障害ですね、いわゆるとか、まあ、あるいはその仮想マシン自体が何か障害が起きて止まりましたとか、えー、起こったとしても、このアベラビリティゾーンが C が無事で、えー、仮想マシンが動いている。 状態が続くのであれば、アプリケーションデリバリーし続けるという状態が保てるわけですね。なので、と皆様はですね、AWS をお使いいただいた時点で、複数のデータセンター、ネットワークがすべて整備された複数のデータセンターを DR 構成でデフォルトでも利用できるという状態が実現できるわけですね。で、この AZ の利用料っというのも特にかかるわけじゃないです。あのそこで動いている EC2 の料金とかストレージの加工量とかがのみがかかっていくも なので、まあ、こういったインフラストラクチャーのところがいきなりもう初期セットで、えー、とリージョンの中でこうマルチなデータセンターレベルの可用性を担保する状態が作られているっていうところができているわけですね。なので今お話しした通りですね、あのどのように設置するかというのは皆様が、ユーザー様が。あの 設定すするんですね、えー、この仮想サーバーはどのリージョンのどのアベラビリティゾーンのどのネットワークセグメントに設置するかで全部設定していただけるのであえてこうマルチ AZ って表現になるんですけど複数の AZ に設置していただいて可用性を担保していただけるような実現ができますという形ですねこういった構成が実現できます、まあ、なので要は可用性がすごく高くなるというのが、まあ、シンプルにお伝えすると、まあ、そのような形になるので、えーまあ、仮にですね アベラビリティゾーン A が障害があって、アプリケーションのデリバリーがあの止まるかというと止まらないですと、で,であの駆け込みとかですね土日の緊急対応というのは、極力、えー、可用性を高めることで減らしていくようなアプローチにもなるんじゃないでしょうかと、アベラビリティゾーン2つだけじゃなくて、3つ、4つ使っていただいていいんですね、どんどんこう可用性を高める設計をしていただけますというような形になります。 そして、えっと、セキュリティのところもよく議論になると思うんですね。えっとまあ、AWS とかクラウド使ったことがない人はなんとなくインターネット上に自分たちのデータを保管するので不安だよねみたいななんとなく不安ってよくわかるんですね。それも使ったことがないというところで、まあ、銀行を知らない人がお金にを銀行に預けるというのにあの人に渡すのかみたいな不安になるのと、まあ、結構やっぱ近いものがあるかなというふうに思います。 でまあ、セキュリティしっかりしてますよってもちろんお話はしたいんですけども、まあ、AWS の中の人が AWS はセキュリティバばっちりですって言ってもですね、まあ、なかなか説得力ないですよっ、ね、て、そのバッチリってどんなもんやねんみたいな。で、実際データセンター見学させろやと言われても、あのー、できなかったりもするんですね。あのデータセンターの場所というものも公開されていません。ちなみに私にも知らされていないぐらいセキュリティが高いんですが、えー、そうなるとちょっと信憑性がないねということで、まあ、AWS 一生懸命考えましてですね、えー、これ第三者機関に にちゃんととと認定ししてていいただくことで証明しようという取りり組みを行っております世界基準の認定とか認証というものを AWS 側が取得しておりまして、これをコンプライアンスとして公表させていただいているということで、まあ、第三者機関がちゃんとチェックをして、世界基準のもので認定されたセキュリティを保てていますよということですね。 結構いろいろ ISO 何々とかって一つ一つ取っていくの大変だと思うんですよね。で、皆さんのアプリケーションがどういうプラットフォーム上で動いてますかっていうときに AWS、えー、使うとこのセキュリティがすでに実装されたプラットフォーム上で動かせるっていうのも一つの考え方としてメリットになると思います。なので 単純にこうサーバーポンって置いてネットワークさすよりも確実にセキュリティ上がるような行為になるので逆にクラウド使ったらセキュリティ上がるのではないでしょうかって我々言ったりもする時がありますね。えー、まあこういった形でセキュリティが確保しているというような形でございます。そして、えー、と責任共有モデルというものも、あのー 掲げてておりまして、まあ、要は AWS を動かすときにです、ね、どこからどこまでが AWS の責任で、どこからどこまでが自分たちで管理しないといけないのかというところを明確に定義しています。でこれは1つの例ではあるんですけども、まあ、AmazonEC2 って仮想マシンを動かすときはです、ね、OS がプリインストールされた状態でお手元に届,きおっと手元に届かないですね、あ立ち上がってきますという形なので、えー、この仮想マシンが正常に動くというところまでが AWS 責任の範囲になります。 なので、プリインストールされた OS のパラメータを変更するとか、ミドルウェアをインストールして設定するとか、アプリケーションを動かすっていうところはお客様の責任範囲っていう感じになるんですね。なので、OS のアップデートとかもお客様の責任範囲になります。まあ、そんな感じで、ですねどこからどこまでが責任かっていうことを意識しながら、えー、まあ不要なところはもう AWS に任せれるところは任せちゃいましょうと。で、自分たちが管理コントロールしないといけないところをしっかりやっていただきたいというところで、で特に重要なのは やっぱこののアプリケーションのそうだと思うんですね、はいえー、UX をより良くして顧客体験を上げて売り上げを上げていくとかですね、まあ、情報システムに関してもあの社内のユーザーさんのご意見をいろいろくるのでそれをなんとか解決してあげたいけどふ普段のサーバーのおもりでやっぱ時間使えないよみたいなお話もよくあると思うんですけど、えー、まあそちらの時間に使っていただければというアプローチにもなるかなと思っております。 あとはちょっとあのこれ宣伝も入るんですけど、Amazon Workspace っていうサービスがあの200以上のある中の一つとしてあるんですけども、これ VDI のサービスですね。バーチャルデスクトップのサービスがとかもありますよっていうご紹介ですね。なのであの皆様のオフィス端末を VDI に変えていくみたいなお話としても使えますし、メンテナンスするときだけに VDI であのどこからでもどの端末からでも同じ環境になるように、メンテナンスするときだけワークスペース買うみたいな、そういうこととかも使えま たりするので、えー、いろんな手段がありますというところのご紹介になります。はい。ということで、えー、こちらの課題の解決としては、まあ、AWS で任せるところは任せましょう。で、そこはもうセキュリティとかしっかり AWS 側でやってますというところで、えー、まずあのー。 やらなければいけない仕事量っていうのを減らしていける行為になりますと、あとはマルチエゼットですね、アベラビリティゾーンの特性から公開要請を実現していけるので、本当に緊急的な対応っていうものがどんどん局所化していけるよと、で自動で復旧させるということも仕組みとしてはできたり、でもロジックで。あの 論理的に IT リソースはコントロールするので、クラウドはすべて物理的なものがない分ですね、なのでいろんな自動化で復旧させるっていう処理もやりやすくなるので、まあ、そういったところも実現しやすくなるのではないかなと思います。まあ、メンテナンスもさっきの VDI 使う使わないはさておきですね、インターネットを通じてどこからでもメンテナンスができるので、かけ込みとか、まあ、そういうことも考えなくて、済み見ますよというような形になります。 はい、で最後にですね3つ、主にヒューマンリソースとかノウハウについて課題をお持ちのお客様というような形ですね、えーまあ、管理してるけど、兼務してて忙しいとか、人足りないわと、休み取りたいわと。 あと、上数状態がもう1人でやってるので、相談先ないんだみたいなお話がある場合もあるかなというふうに思ってます。まあ、これもさっきからの繰り返しなので、トントンといきますが、さっきお話したとおり、責任共有モデルがあるということなので、うまくそこを活用しましょうという話ですね。えー、Amazon EC2 が一番お客様のコントロール範囲が広いサービスなんですけども、えー、他のマネージドサービスですね、例えばデータベースのサービスとか、もうあのプログラムのロジックだけ組み込めば、あの何かをトリガーにしても、プログラム 実行するコンピューティングのサービスとかですね、えー、そういったあのいろんなサービスがありまして、そういったものはですねもうスケーラビリティのところまで AWS が用意してますと、えー、管理してますという形で、アプリケーションのところだけ、あのー、触っていただければいいですよみたいなサービスもあったりするんですね。でどれを使うのかっていうのはもちろん考えないといけないんですけども、えー、といろんな選択肢が出ていて、えー、渡す、AWS 側に渡すって、こういう増やすってこともできたりするってことをちょっと知っておいていただきたいんですね。まあ 200個のサービス全部知るのって結構大変だし、中の人も苦しんでるんですけど、えー、まあそれもあの後ほどちょっとご紹介します。いろんなノウハウを持っている人を頼ればいいんじゃないかというお話もあるかなというふうに思うので、まあ、AWS の特性としてはこうなんだということをちょっと知っておいていただきたいと思いました。 まあこういうことをしていくことで、えっとまあ、リソースの部分ですね、えー、特に重りにかかっていた稼働ってあるレポートで70%ぐらいかかってたみたいなんですけど、これがあのクラウドすることでかなり30%まで圧縮できて、まあ、優先度の高い、何、まあ、かビジネスを上げていくとか、利用者の体験を増やしていくとか、良くしていくみたいな活動が増やせれましたねみたいなレポートもあったりするという、えー、データをご紹介させていただきました。はい。 で、でノウハウハすね、知識のところ、おっしゃる通りあり、のー、やっぱテクニックいると思うんですね。先ほどのアベラビリティゾーンも複数使った方が、買い高くなるとか、あの普通に Windows サーバーを実装しなくても、ファイルサーバーってあのサービスで作れたりするとかえ、そういうのってやっぱ知っておかないとやっぱ実現できないし、コストコントロールもやっぱテクニックによってコスト変わっていくので、やっぱりよりテクニック をあの駆使して使いたいってなっていく使い倒したいみたいな話になっていくときに、えー、重要なのがこの AWS パートナーネットワークかなというふうに思ってます。今回 NTT 東日本様のあのイベントとなっておりまして NTT 東日本様もあのパートナー様の一社になってます。 えっとまあ、NTT 東日本様は AWS の知見を多く、事例も多くお持ちで、こういったテクニックをお持ちのパートナー様なので、ぜひいろんなことをクラウドで実現したらどうなるのかって今、聞いていて感じた方はです、ね、どんどんこうあの相談をしていただきたいなというふうに思ってます。AWS 側もです、ね、パートナー様にあのいろんなこう事例をお持ち、特定の能力を。 事例を持ってたり、あの再現性を求める能力を持ってたりするとこうバッチを用意してたりするんですね。えっと、NTT 東日本様もですね、こういったあのコンピテンシーとか、S、サービスデリバリープログラムって結構取るの難しいプログラムなんですけど、しっかり認定いただいていて、とてもあの安心感のあるパートナー様なので、ぜひご相談いただければと思います。特にこういったサービス、ちょっと注目されている方はですね、えー、ぜひよりあの良い。 あの知識をお持ちなのではい、ではこれの、改めてクラウドの6つのメリットっていうところなので、ちょっとここも時間の関係飛ばしますが、まあ、先ほどの,の AWS のメリットを意識していただければ、いろいろとあの理解いただけるかなというふうに思います。 とということで、最後の課題ですね。ヒューマンリソース、ノウハウというところは、もう任せれるところは、任せちゃいましょうと。で、業務負荷を軽減するということと、パーストナー様の存在というものを、ぜひあの皆様のお助けになるかなというふうに思うので、えっと、ご検討いただければ幸いでございます。私のセッションのまとめです、えー。ハードウェア更新、キャパシティプランが業務が不要になりますということ。インフラ管理が不要になり、激務から解放されます。まあ、さ,れされる。 でででであろうううととといいこすすねで対障害性セキュリティの向上で安心という、えー、仕組みですクラウドなんとなく心配というところは、あのしっかり安全であるということをちょっとお伝えしたいので、より細かなところはです、ね、ぜひあのご相談いただければと思います、えー。あと1台からすぐに始められるスモールスタート可能というところもお伝えさせていただきました。あと最後に、ですねこのやりたい仕事に注力して AWS パートナーの存在も忘れないでいただきたいというところで、私のセッション終了とさせていただきます。 ちょっと最後にですね、このあと白鳥様の方からご説明いただく中に入ってきますが、えー、先月ですね、AWS サミット東京というものが開催されました、4月20 21 0 2日の 2days で行われたんですけども、えー、幕張メッセの物理的な、えー、イベントになりまして、まあ、ちょっと物理的なイベント久々だったんで、どれぐらい来ていただけるかなと思って、不安になってましたが、この写真の通り、もう満席御礼で、えー、2万5000名以上が来場いただいたということで、非常に 注目度を、えー、まだまだ持っていただけてるなというふうに思っております。で、えっと、今週からですね、このサミット東京の、えっと、いくつかのセッションがオンデマンドの配信が始まりました。えー、基調講演もですねあの、聞いていただけますので、ぜひあの、これ、無料で見ていただけるので、あのもう改めて見たい方、まだ見ていない方は、このサミット東京オンデマンドの配信もご利用いただければ嬉しいなというふうに思います。 はい、以上で前半戦終了とさせていただきます。続きまして NTT 東日本の白鳥様からえセッションが続きますので、最後までお楽しみください。では白鳥さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、えっと、僕の方からですね、少しお、えっと、話をさせていただきたいところが、えっと、ありまして、えっと、ちょっと資料,資料を共有したいと思います。ちょっとお待ちくださいね。 はい、これですね。見えてるかな。はい。じゃあ、これで共有されたと思いますので、お話をしたいと思います。カメラはオフにします。よいしょ。 はい、じゃあ、えっと、まあ、AWS サミットの2023の振り返りのパートのところと、少し、えっと、どんなことを話したかとか、まあ、導入中中小企業のお客様がどういうふうに、えっと、使っていくと、えっと、まあ、成功にいけるのかなというお話を、この中でさせていただければと思います。はい、スピーカーのご紹介になります。私、白鳥と申します。えっと、NTT 東日本のビジネス開発本部というところで、まあ、こういったクラウド関連のプロダクトのご紹介、あの サービスのマネージャーをやっております。はい、えっ、ー、と、AWS のし、まあ、資格のところもですね、えっ、ー、と、今年、えっ、ー、と、全部取り終えまして、えっ、ー、と、昨年、まあ、えっ、ー、と、2023年、今年はオールサーティフィケーションエンジニアというところの認定と、まあ、こういった、えー、とパートナー活動を通じて、えっ、ー、と、AWS の、えー、とトップの知見を持っているということで、えっ、ー、と、2020年から2023年まで AWS のトップエンジニアというような形で活動させていただいております。はい。 でえーとまあ、本日のアジェンダなんですけども、えーまあ、イントロダクション簡単にもう済ませて、まあ、23でどんな振り返りをしたかって話で、まあ、基調講演で少し、えー、とどういったところが大事だったのかなというパートと、まあ、あの弊社がどんな話をしてたかっていうところを少し振り返りをして、まあ、その後 AWS の導入の成功に向けてということで、少し Amazon コネクトやファイルサーバーのシフトというところをテーマに、えー、と簡単にご紹介したいと思います。 というところで、まあ、お話しされることは、まあ、AWS サミットには参加したんですけども、実際の移行のプロジェクトとかは、まだまだこれからの方だったりとかってことを考えています。で、ちょっとサマリーとか、またお耳のポイントとかをメインにお話をしますが、まあ、例えば他社様のちょっと、えっ、ー、と、展示内容であったりとか、まあ、単純な、えっ、ー、と、製品紹介っていうところは、なるべく下げてお話をしていこうかなと。 え思います、はい、というところで、イントロダクション、まあ、会社の紹介なので簡単にもうこれは済ませていただきますけれども、えー、と当社ご紹介させていただく、まあ、電,気電話の会社、フレッツの会社というところもありますけれども、まあ、それだけじゃなくて、最近パーパスというものが、えー、とちゃんと制定されまして、まあ、地域に熱着した現場力とテクノロジーの力で、えー、持続可能な循環型社会を作るというところを目標に、えー、掲げております。というところもありまして、電話やフレッツ自社でも 持っているものだけではなくて、まあ、こういった aws のクラウドの力を使ったり、しながらまあ、地域のえっと皆様の課題を解決していくということをミッションとしております。というところで、えっとまあ、こんなところでま aws の取り組みとしてのご紹介ですけどもま2019年より aws のアドバンスドティアのサービスパートナーとして活動しておりまして、まあ、こういったコンピテンシーやサービスデリバリーのプログラムをえっと取得したりしております。また、500名を超えるような有資格者や。 私のようなトップエンジニアが3名上属者リートです、ね、常続えっと9名、オールスターチケンィフィ、全部の資格を持っているという人がいたりします。でクラウドの導入実績がも200を超えてきまして、弊社の自社利用も300以上を超えてきてまして、かなりこういった知見を持っているという形になっています。 まあというところで、ね、まあオンプレミスからの移行だけではなくて、AWS の、えっ、ー、と、アカウントの提供であったりとか、まあこういった、えっ、ー、と、VDI の提供や仮想サーバーの提供、まあこういったようなところも、まあ、えっ、ー、と、オンプレトゥエッジ、えっ、ー、と、エッジトゥクラウド、まあこういったところのすべてのレイヤーで、えー、プロダクトを持っているというような形になってます。 はい。というところで、どんどん駆け足で進んでいきますが、まあ、AWS サービット東京の振り返りというところで、まずちょっと、基調講演の2つについて、大事なテーマのところを、えっと、少し振り返りたいと思います。というところで、D1 というところで、まあ、AWS ジャパンの長崎社長や、あのパブリックセクター、まあ、公共部門の執行、えっと、役員のお美さんが、こちら、えっと、講演されておりました。で、こういったところで、先ほどの,あの江口さんのご紹介にもなってくれますけれども、やっぱりこのクラウドが 選択される理由というところがやっぱり活用を生む活動に注力できるようになったり、まあ、こういったところを踏まえてアプリケーションを作るためにサーバーの調達や、えっと、契約行為で待つとかこういったようなオーバーヘッドを減らしていきながらビジネスの変革に注力していくことが大事なんだというところを言っておりましたまたこうした活動を通じて少しサスティナビリティにもコミットできるぞというところで、まあ、今回ここでご紹介していたのは Amazon のいや AWS がサスタメラティにどういったコミットをしているかというところで、2025年までに100%の再生可能エネルギーでこうした AWS の運営をしていくでしたとか、再生可能な水を使って、こういったところをこういった環境に負荷を与えない事業運営をしていくということが、コミットとして掲げられておりました。 まあ、こういったところを踏まえて、えっ、ー、と、まあ、こういったビジネスの変革とサステナビティの両面を支援できるというところをメリットとして、えっ、ーえーと,えー、と、サマリーになってます。 で、少しこの Day2 になると、少しちょっとテクニカルなところが、えっと、出てきていて、まあ、こちらの広橋こう役員だったり、アマゾンのあのシアトルの方のラフールさん、えー、バイスプレジデントの方の講演がメインになってました。で、ここで言われていたのは2つ大きくあって、やっぱりそのアイディアが大事になってくるよねっていうところがありました。今までこういった最新の技術を、えー、っと導入しようと思うと、やっぱりすごい、えー、投資が必要です。 であったりとかもしくは、えっと、研究開発をしないと AI は使えないとか、こういったところがあったと思ったんですが、すでにこういったサービスの中にも AI サービスというのが出てきたりしているので、こういったデータ分析のサービスや AI サービスを使うことで、まあ、世界最先端の企業にの使っている技術と同じものを使えるというところが非常に AWS を使うメリットになっていく。ということは、差別化にはこういった技術の差別化ではなくて、アイデアの差別化が大事だというところが掲げられています。でまた、この中でも特に Amazon もそうなんですが、データというところをうまく活用するというところを非常にいかにして持ってくるデータを集めて、きれいな形にして、これをアプリケーションに使えるようにしていくか。 というところの、この3点をえっとどういう風にやっていくかというところの大切さをえ問うているようなセッションになっていました。こういったところのまデータをうまく活用しながら、やっぱりその技術的なところのキャッチアップを行って世の中のビジネスに役立てていくということが大事だというところを、えっと心に留めておけばいいよろしいかと思います。 で一方で、当社も、えっと、こちらの中でブース出させていただきまして、展示ブースないし、えっと、またパートナーのシアターで15分のミニセッションというところで、えっと、ご講演をさせていただいております。こういった中で、まあ、少し AWS の移行のお話であったりとか、まあ、少し Amazon Connect に注意した内容でお話をさせていただきまして、まあ、導入成功の進めという形で少し15分お話をさせていただいた内容を振り返っていきたいと思います。 とというところでお話ししたところは、ミニセッションでお伝えしたところに3点ございまして、やっぱり DX を加速させるためにクラウドを使いこなすということと、まあ、Amazon Connect からというところで注意しては話していましたけれども、大事なのは2つで、自ら手を動かしてクラウドを体感するというところと、小さく始めて大きく育てるというところが、クラウドの大事なところだというところをご説明させていただいていました。 でまあ、そういったところで、やっぱりそのここも振り返りにはなるんですけれども、えっと、お客様のそういったような、えっと、自分たちのお客様に対しての価値創造が何かということが大事だというところで、まあ、こういったところを注力するビジネス変革をしていくことが大事だと考えています。まあ、こういったところに対して、こったデリバリーのスピードやデータの利活用の仕組みを得ることが、えっと、大事だということを、このミニセッションの中でもお伝えしておりました。まあ、デジタルトランスフォーメーション というと今まで皆さん、もしかしたら紙やデータを物理化したので,で DX に成功しましたとか、既存の業務改善をしたので、えっと、DX しました、えー、というところもあるかもしれませんけども、そうではなくて、やはりその組織がどうあるべきで、ビジデジタルとして、えっと、ビジネスモデルをこう変えていくんだというところまで踏み込んでいくことっていうのが大事だというのが、まあ、本質的なデジタルトランスフォーメーションと言われているというところに、えー、こういったところを、えーでまあ、こういったところに に対して、に対して、こういった技術をエンパワーメントするというところがククラウド移行とか、クラウドを利用する目的というところで言ってました。 ということを考えたときに、最初の一歩はサーバー以降なんですかというところをお話をさせていただいておりまして、大事なのが、このクラウドを体感するということが大事だというふうにはお話をさせていただいてました。これ、サーバーがなければというところで、Amazon Connect というお話をさせていただいたんですが、もちろんサーバーや使っているものがあるという場合は、サーバーでも構わないよというところで、サマリーの話をさせていただいています。というところで、AWS 導入の成功に向けて、 とというところで、まあ、2つ、み、え、ず、ー、自ら手を動かして体感する、小さく始めて大きく育てるというところで、えー、2つのアプローチが、えー、と中小企業の皆様にはお勧めだという。 ことをえー、と話しさせていただきますで、えーと、これが Amazon Connect の業務 DX と、えー、ファイルサーバーの AWS 移行というのが2点あります。まあ小さく、えー、と体感するというところで、ま,あ、まずは Amazon Connect でいうと、まあ、電話業務に直結したところを、えー、と変えることができる。まあ皆さん業務こう流れるよねとか、えー、と業務手順書みたいなのを作ったことがある方はいらっしゃると思いますけども、まあ、こういった手順に沿った形で電話業務というのを作ることる。 ができる誰に電話するとか、誰から電話を受けたらデータベースを確認するとか、まあ、こういったような、えー、とマニュアルを、えー、とデジタルにすることができたり、えー、とそれをローコードで実現できるというところがあったりします。でまた、ファイルサーバーは、まあ、あの利用方法を変えなくても、えーと、クラウドの利用体験を得ることができるっいう。でまあ 体験すするるここととととがができいいうことが1点だと思いますそして小さく始めて大きく育てるという概念に関しては、やはりその Amazon Connect のところで言いますと、まあ、小規模な電話業務から大規模なコンタクトセンターまで対応で可能ですし、分析ツールや CRM との連携が可能であったり、まあ、一部でファイルサーバーのところでは、えー、全部のデータを一気に移動しようとするわけではなくて、少し部署単位であったりとか、えー、こういった業務でというところで少し利用を始めたりする中で、 で、えーと、ファイルサーバーの容量を、えー、と先ほどの、えー、説明もあったかもしれませんが、まあ、どんどん大きくしていくことで、まあ、全社的に利用というふうに、えー、と進めていくことも、えー、とできます。で、その中でイヤス利用の量販を練って、えー、と他のアプリケーションの移行を、えー、促したり、えー、そもそも AWS の使い方にこなれていくというところが、えー、できるというのがメリットになっていきます。 はい、というところで、まあ、こういった、えー、とご紹介をさせていただいて、まあ、Amazon Connect クラウドベースのコンタクトセンターでということで、先ほどお話しさせていただいたような、まあ、電話業務に直結して、まあ、ローコードでできるよっていうところで、まあ、評価までできるということで、まあ、いった業務の、えーと、実際に電話業務が何が起きていて、えー、とどういう実態になっているのかというところをきちんとデータを を元にお話しすることととがができるるよううにになないこころが大事になりますこんな大きなコンタクトセンター持ってないよという中小企業のお客様いらっしゃると思いますので例えば、えっと、試す例小さく始めるとすればこういったお客様の電話番ですねあの代表電話にかかってきた電話をいかにエレガントに貼 さばいいていくかどんな風に担当者に取り次いでいくかというようなところを、えー、この Amazon コネクトで実装していくことで、まあ、最初は、えー、と音声を単純にあので在宅勤務してますっていうだけだったところから、えー、どんな条件だったら、えー、担当 A さんで B さんでっていうところであったり A さん B さんが出られなかった時には通話録音をして後からスラックで見られるようにするといったようなところに進化していったりでそれを部署を広げて、えー、代表で 場がこうだったらこう。応答するとか、えー、こんなスキルを持っている人に転送する。なんてこともできるようになって、どんどん大きくすることが可能になります。また、ちょっと当社の事例ですとえっ、ー、と国境の事例になってきます。けども、信用とコールというような訓練の事例でえっ、ー、と今ですと防災訓練や、えー 特殊詐欺の防止といったところに使われています。これも実際の利用者の声を聞きながら、こんな機能が欲しいよねとか、こんなふうに見守りができたらもっといいよねとか、そんなところを聞きながらアップデートをしております。 また、えっと、ファイルサーバーの AWS 以降のところに関しましても、えっと、いくつか、えっと、方式があって、技術的なご紹介をさせていただきますけども、まあ、いくつか、弊社の方でもホワイトペーパー用意しておりまして、えっと、ファイルサーバーのセミナーなんかもやっております。まあ、主に5つぐらいの方式があって、まあ、こういった、えっと、それぞれメリットはですね、オンプレミスとあまり変えない運用にしたい場合は、とか。 えーまあ、運用負荷を減らしたい場合は、えー、アマゾン、f s を使うなど,などなどなど、いろんな、えーとね、ソリューションがございますので、こういった移行や運用性などを考慮して、まあ、決定できるようなソリューションをご用意しております。 というところで、えっと、まとめになりますけども、えー、まあ、価値を生む、えっと、操縦に注力するために、クラウドを使いこなしていくということが大事になります。で、まずは、やっぱりじ、えー、体感することが大事だと考えています。ちょっとの小さい領域であったりとか、まあ、こういったところを、えー、っと、始められるように。で、そして、徐々に利用、シーンを拡大して、えー、大きくしていくということが大事になっております。 じゃあ、具体的にどういうふうに進めたらいいのというご相談があるとかと思っておりまして、ちょっと次回イベントのご紹介をここでさせていただきたいと思います。6月7日の15時から、えっと、弊社の、えっと、初代の本社ビルにおきまして、少しご別のご相談会等させていただいております。また、あの私の方でも少しまた改めてご,はご挨拶やご案内等もさせていただきつつ、まあ、弊社の、えっと、知見のあるエンジニアが、えっとはい、おりますので、 ぜひご参加いただければと思います。ウェビナー後のアンケートでご参加以降確認させていただきますので、ぜひご参加いただければと思います。はい、というところでアンケートのこちらもお願いとなっておりますので、まずはどんなところを、えー、とアクションしていただきたいか。 で,で、また、こういった、えっ、ー、と、次回の個別相談会のところに参加の希望があるかといったところをお答えいただければと思います。え、お答えいただいた方に、今日の資料や、えっ、ー、と、ところをお渡ししておりますので、ぜひお聞かせいただければと思います。はい。で、こういったところの、えっ、ー、と、一部だったり、全部だけではなくても、まあ、どういったところが活用できるというところを、うまく、えっ、ー、と、サポートさせて させていただきますので、まあぜひお気軽にえっと弊社にご相談いただければと思います。はい。でえっとこちらで、えー、私の方書け足となりましたが以上となります。